おっ、じゃあ、スピースお疲れさん。皆さん元気ですか？アリナちゃん、ちょいこそ、アリナちゃんです。そして、ぜひ、新しいリアクションシリーズ、一緒に始めましょう。まあ、大丈夫かどうかわかんない、今。だから、アニメ、オープニングの方、エンジンの方のリアクションとか。そして、最初は皆さん私に、なんかリクエストとして、下の教皇、それと、キメキナイトというアニメ。私はこのアニメ、まあ聞いたことある、でも見てなかった。そして、エンディングテーマ、フルバージョン。皆さん私におすすめくれた。そして、まあ、まずはぜひ一緒にチェックしてみましょう。ね。大丈夫かどうかわかんないけど、まあ。3、2、1。おう。おう、それなんか、魔法？なんか、魔法少女かな。マジシャン。あ、そう、魔法についてかな、アニメ。あ、かわいい。へえ。ああ。あ、そっか。まあ、エイジの方も分かった。もう今、最初から始まると。でも、いいな。そして、この子は、なんか、主人公かな？あ、いいえ。何これ？何のこと？このアニメ、エンジの方から全然わかんない。ちゃんぽんの広告みたい。 ちょっと似てるね。本当に似てる。シャンプーのコマーシャル。でしょ？なんか、シャンプーのコマーシャル。いや、似てるね。そしたらちょっとわかんない。マンチェ、このマンチェしか服ない？それわかんない。だって、本当に裸みたい。でしょ？多分。あのね、私はこんな感じ。初めて見た、なんか。アニメのことあまりなんか、
何のストーリーとかわかんないし、そして今見てなかったけど、でも、なんかオープニングエンディングとか普通に見てない。なんか、見てないのアニメ普通に。だから、なかなか面白い。全然、まあ、知らないのアニメでも、エンディング見て、例えば、そして、で、たまにすごく、アニメと違ってるの雰囲気、エンディングとオープニング。まあ、たまにあるでしょ。そして、わ、本当に、このエンディングを見て、何のアニメ本当に。わかんない。そして、なぜエンディングすごく、シャンプー広告似てるのはわかんないけど、面白かった。似てる？あ、というわけで。うん、面白かった？本当に。もしかして、エンディング、オープニング、曲、動画、アニメ映像とか、チェックするのは、なんか、著作権大丈夫なら、続くよ。本当に面白いから。だからもしかして、皆さん、このリアクション見てるなら、それ、大丈夫という証拠だから、ぜひ、リクエスト残してください。皆さん、私に、なんか、勧めしたい。私は見たいな、見てほしい。な、オープニングとエンディングとか別に、まあ私は見たのには私は知ってるオープニングとエンディングとか。だから、まあそれでも、まあ長い間に見たらかったな、見たアニメのオープニングエンディングとかもリアクション別に構わない。だから、すごく難しい感じになるし。まあだからぜひ、ただおすすめしたいな、オープニング、エンディング、アニメあるならぜひ残してください、コメントで。そして一緒に見てくれてありがとうございます。本当に楽しく、そしてぜひ教えてください。もしかしてこの間の本当のポイントだった、それなんかシャンプーコマーションみたい。いや、わかんないよ。だからぜひちょっと教えてくださいね、コメントで待ってますから。そして、この話によかったら、グッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。